は代々木八幡駅から徒歩2分のところにあるオグジュアリーというお店に行ってきました。最初に注文したのはいちごとブラッドチーズのサラダです。いちごがいっぱい乗っていて、チーズは塩気があって美味しかったです。次に頼んだのはケイジャンフライドポテトです。少しスパイシーで美味しかったです。そしてメインにはパスタを選びました。パスタは当日3種類から選ぶことができました。今回はトマトとモッツァレラのパスタにしました。そしてこの日のメインイベント、バースデープレートが来ました。今回の動画はいかがだったでしょうか。このお店のお料理はとても美味しくて大満足でした。また来たいと思います。